橋本良平は大阪府大阪市平野区出身の元プロ野球選手。大阪府大阪市平野区出身。小さい頃は空手道をやっており大会優勝の経験もあるが、空手と違ってお金が稼げるという理由から野球に専念するようになる。小学4年時にボーイズリーグ、ヤオフレンドに入り、6年時には春、夏の全国大会を連覇。 大阪市立売割西中学校3年時にも全国大会を制覇し、日本代表の4番としてブラジルに遠征した。中学の2年先輩には後にプロでチームメイトとなる大橋見や美法がいた。中学卒業後は智弁和歌山高校に進学。入学後すぐに4番を打ち、1年夏は和歌山大会で13打数10安打の成績を残し、8強を入り、 しかし2年になると伸び悩んで、同級生の松熊に4番を譲り、一類種にコンバートされたこともあった。その後立ち直り、3年夏には再び4番星として、第88回全国高等学校野球選手権大会に出場。準決勝で田中正宏を擁する駒大と駒井戸高校に敗れたが、準々決勝の帝京高校戦では3。 乱本類打を放つなど4強入りに貢献。なお、橋本は準決勝で田中からタイムリーを放っている。大会後に開催された日米新前野球では全日本高校選抜チームの4番星として田中とバッテリーを組み、5試合に出場して打率、500点1本塁打、10打点を記録、高校通算34本塁打。 2006年の高校生ドラフトで阪神から3巡目指名を受け入団。2007年、2軍のウエスタンリーグで30試合に出場したが、打撃面では打率。198、出塁率20。207で打席数の4分の1以上の三振を喫した。2008年、2軍で23試合、保守として22試合に出場し、7月6日の対。 中日ドラゴンズ戦では若竹隆二とバッテリーを組んで2軍戦ながらノーヒットノーラン達成に貢献した。打撃成績は前年を下回り、守備でもチームで1人だけホイツを記録するなど制裁を書いた。2009年2軍で41試合、保守として32試合と出場機会が増加した。打撃面では打率。200、出塁率。 233と前年までより向上し、三振の割合も減少した。フェニックスリーグでは12試合に出場し、東の春から2安打1打点を記録するなど32、打数10安打の打率、313と好成績を残した。2012年、2軍で打率、242、出塁率、307、超打率、266、オプス、573と、 打撃成績は改善が見られた。2013年は2軍で15試合の出場にとどまった。打撃成績は打率3081打点であった。10月1日に球団から戦力外通告を受けた。2014年度よりパナソニックに正社員として入社し、公式野球部に所属。パナソニックでは内野手登録となった。同年末、 現役を引退することが発表された。ありがとうございます。